はい、ドラム練習38日目、今日もやっていきます。おはようございます。今日のレッスンメニューはこちら。今日は、もうひたすら指でドリブルやっていきます。右15分、左15分。もうひたすらですね、これは。で、デイリートレーニングメニューを5分、手足のコンビネーションを5分、で足どこどこセットっていうメニューですね。はい、じゃあやっていくんですけど、その前に原翔さんが動画を送ってくれたので、それからちょっと見ていきたいと思います。こちら、指を使ったドリブルっていうのをもっと意識してほしくて、まず親指と人差し指を支点にした状態で、ちょっと一回軽くスティック持ち上げるんだよね。持ち上げた後こういう状態になるから、そこからスタートで3本指でドリブル、とにかくこれ、難しかったらここから始めて、こうなんとか3本指で引き上げてからスタートでもいいし、今言ったみたいにこういう風に最初に勢いつけて持ち上げてからでもいいんだけど、とりあえずこの3本指でのドリブルね、まあやったこういう風に軽い感じで掴んだ状態で先っぽをこうドリブルするようなのと同じで、この3本指でこうドリブルしていく。気合い入れてこういう風に早くできるかなっていうのも一つのポイントなんだけど、こう一瞬だけここで叩いてドリブルするっていう感覚を身につけてもらった。例えばパラディドルでも右左右右のところはこうなんかこうダブルストロークっていうよりかはポポンポポンって2回叩いてるって感じで、あまりにも速くなってきたらダブルストローク使うんだけどね。はい、というわけで、まあそういうことなんですよね。まあとにかくここを支点にしてプラプラさせて3本指で叩く。まあもうやってみるしかないですね。今日は15分間左右でやっていくので、まあ、合計30分間練習できます。いや、それぐらい練習したらさすがにできるんじゃないですか。できてほしい。じゃあやっていきます。今日はもうメトロノームもなしでフリーテンポなんで、もうひたすらっすね。こうからのスタート。なんか原翔さん見てると、なんか僕この状態ならできる。ただ原翔さんもうちょっとこういう感じに見えるんですよね。こういう角度、握るスタイルのままできてる。こうじゃなくて、まあこうなんだろうなっていうところでちょっと練習していきたいと思います。こうならできる。左手もスタート。
日目のドラム練習が終わりました。今日は指のドリブルをやったんですけど、まあまあまあ成長できたかなとは思うんですけど、まあ、まだまだですね、あと、これでいいのかなとかこう疑問に思う疑問に思いながらやってましたし、あと足のドリブルはなんか掴みつつあります。ペダルがこうあって、足の先でこうここをぴょんぴょん、ここじゃなくてここぴょんぴょんしてリバウンドさせるっていう感覚をまだちょっと掴みきれてないんですけど、これさえこう掴めるようになったら多分ダダ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 ってできそうなんですよね。それをちょっとなんとかぜひ身につけたいなと。あと昨日初めてコメントがついたんですよ。いや、コメントしてくれて本当にありがとうございます。LGETunes さんがコメントしてくれたんですけども、本当に嬉しかった。もう目から水が出ました。で、コメントしてくれたのが、自分は1日数分でやめてしまうので動画を見て励まされますっていうコメントで、あー誰か見てくれてで励まされてるんだったら、なんかもう本当に嬉しいなって思ったんですよね。結構、まあ僕も飽き性で、まあ、すぐやめちゃう人なんですよね。今このドラムの動画は、まあ、結構頑張ってやってる、まあ、つもりなんですけど、なんかこう企画としてやってるっていうのが結構大きいんですよね、僕の場合。なんか楽しいじゃないですか、企画って。1日1時間の練習で1年間やったら1年後にドラマーになれるのか。でもなんかそういう制限がなくて、一生やるんだってなったり、一日何時間でも練習していいんだってなったら、なんか僕の場合だれちゃうんですよね。結構密度濃く短時間で集中してやるっていいと思うんですよね、僕は。うん、そんだけ。じゃあ今日もありがとうございました。明日もまたよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひお願いします。今回コメントも良かったらぜひお願いします。